運の強いやつだぜ。だがその強運がどこまで続くかな。肩慣らしにはちょうどいいぜ。威勢だけはいいな。いいぞ、その調子だ。往生際の悪いやつだ。次はきついぞ。その程度かよ。遅いな。そうでなくちゃな。なるほど。その程度だ。遅いな。そうでなくちゃな。なるほど。その程度だ。そうでなくちゃな。こんなのは挨拶代わりだ。
今度こそ俺は陽介と命のやり取りをする。俺たち二人のうちどちらかをお前のそばに送ってやるよ。選ぶのはお前だ。今度こそ本音で選ぶんだ。久しぶりだな、陽介。少しチャラくなったか。お久しぶりです、北条凛先輩。3、2、1、ゴー。コントロールできる。いい仕上がりだ。さすがだな、松本。これならいける。心置きなく、ギリギリの領域へ。こんなもんですか、先輩。俺は逃げも隠れもしない。簡単には沈みません。来るなら来い、北条凛。また出た、香織さんの全面で。はぐらかさないで答えてみなさいよ。自分が本当にやりたいことって何なの？君の幸せって何？本当の幸せって何？夢はないの？凌介君の夢って何？何を聞くんだ。遠慮はしないぞ。こんな風に俺たちが歪み合うことが彼女の望みだとでも言うんですか。悲しませるだけだ。わからないのか、北条先輩。目を覚ませ。あなたが香織さんのために俺を追い詰めるというなら、俺は彼女のためにもあなたの目を覚まさせてやる。油断はしない。持てる能力の全てを出し切って俺は今ここにいる。ペースは落ちていないはずだ。それだけ奴が速いということか。そう簡単に抜かせはしない。さようなら、陽介君。何言ってるの、香織さん。今どこ、どこにいるか言いなよ。すぐにそっちに行くから。今までありがとう。短い間だったけど楽しかった。君に会えてよかったよ、陽介君。油断はしない。遠慮はしないぞ。バカな。北関東最強とかつて言われたロータリーマイスターが箱根の山に散る。受け取りな。
my way.